ISFP、はい、ザ・コンポーザーとありますね、はいはい、ISFP は美術の中でこの優れたところにいますと。作曲は音楽、まあ、コンポーザーって作曲みたいな意味があるんですけど、コンポーザー、ごめんなさい、作曲は音楽を書くだけでなく感覚の世界のあらゆる側面を統合することを考えるべきですと。あ、なんで、まあ、音楽の統合じゃなくてそういう感覚の世界の全てを統合するべきだとカーシーは ISFP に言ってる感じですね。他のアーティザンよりもこの ISFP コンポーザーはあらゆる種類の芸術作品において何が合っていて何が合っていないかを確実に把握していますと。そのため特に優れた画家、彫刻家、振付師、映画監督、作曲家、小説家、詩人、シェフ、デコレーター、またはファッションデザイナーが現れた場合、それはおそらく ISFP ですと。プラトンのアーティザンとアリストテレスとヘドニスト。ヘドニストっていうのは快楽主義者ですね。の編集として ISFP はほとんどの点では SP と他の SP とあまり変わらないと。すべてのアーティザン、職人、SP のように彼らはコミュニケーションが具体的でツール、言葉ですね。この言葉の使用が実用的ですと。彼らは芸術や工芸について学ぶことに興味があり、技術に夢中で機械と合いますと。機械っていうのはマシンと、まあ、うまく適合することができると。思考としては享楽的で、楽観的で皮肉っぽく、現在に焦点を当てています。彼らは芸術的で大胆で適応力があるとみなされており、興奮しやすくインパクトを求め、感覚を追求し、寛大さを重視し、優れた技術を志向しています。このコンポーザーは他のアーティザンと同様に多く人口の約 9% から 10% を占めていますと。他のアーティザンと同様に彼らは戦術的な芸術に才能を持っており、その才能は理想主義者、合理主義者、ガーディアンとは根本的に異なりますと。戦術的という言葉が示すようにアーティザンは世界を知り尽くしており、彼らの感覚は具体的な現実に微調整されています。ただし、クラフターっていうのは ISTP ですね。 ISTP はそのツールとその仕様に適応している一方で、コンポーザー ISFP は感覚の変化に適応しており、これにより彼らは色、音、質感、香り、味の微細なニュアンスで非常に優れた能力を発揮していますと。その観察力豊かな感性は ISFP にとって自然なように思われます。それはまるで生まれつきのもののようですと。前動画で、はい、長浜監督っていうのが虫師っていうアニメ、はい、あ、虫、はいはい、の監督が長浜監督なんですけど、うん、その監督の下で色彩設計をやっていた女の子が、うんうん、はい、一緒になんか動画で喋ってたんですけど、はい、その色彩設計の子が言うには、うん、色がある段階の時に使える色が増えたらしいんです、はい、このアニメを作る過程で、はい、当時はこんだけしか使えなかったのがバッて増えた時に、うんうんうん、こんなにも使えるんだっていうのがすごい嬉しかったって言うんですね、はい、あのなんかまあ僕デザインの真似事とかするんですけど、はい、デザイン会社のディレクターで、うん、誰もやってくれない時とか、はい、色って難しいですよね。はい、わかります。色の選択って、はい、少なくしてくれじゃないですか。わかります、はい、パクりますもんね僕。あ、わかる、はい、そうなんですよ、はい、どこどこの配色と持ってくるみたいな。それなんですよ、はい、僕多分 JPEG でもいいぐらいです多分、はい、でも今なんかカメラマンが TIFF 画像を送ってくるんですね、はいはいはい、TIFF の方が繊細だと、はい、うん、何万色で、うん、いやいやもう印刷なんて4色だと、はい、4色の掛け合わせだと、はい、でも多分 ISFP さんには、はい、そういうこの
色に満ち溢れてるんでしょうね、世界が。はいはい、色と音と、うん、で微妙な音の違いとかですよね。そこの辺なんでしょうね、はい、色の違いと、色の違いとか味の違いとか、味の違いとか、はい、なのでなんかまあこの人たちは人の機微とかも拾いそうですけどね。まあそうじゃないですか、繊細そうですよね。そうですよね、はい、じゃあちょっと呼んでいきましょうか。これらのアーティザンの中で ISFP さんですねは、一部は世界的に有名になりますが、一般的にこのコンポーザーの人たち、 ISFP の人たちは非常に観察が難しく、おそらく全てのタイプの中で最も理解されにくいと言えるでしょうと。その誤解は彼らが言葉ではなく行動を通じて自分自身を表現する傾向があることかもしれませんと。ISTP と同様に ISFP は通常話すことや会話のスキルを発展させることには興味を持っていませんと。結局のところ言葉、口頭のこの言葉っていうのはツールほど、まあ、使う道具ですねほど便利ではなく、コンポーザーは作曲ツールを指に置き、それを通じて生命の鼓動を感じることを好みますと。この鼓動は触れること、筋肉で感じること、目で感じること、耳で感じることが必要ですと。感覚が具体的な現実に密接に調和しているっていうこのこだわりは、一部の ISFP にとって言語との断絶を引き起こすことがありますと。言葉では言えないっていうことなんでしょうかね、はい、うんうん、この自分が感じている世界を、うん、音楽とか絵とかで表現するんじゃないですか。ああ、もうわかんない、はいはい、その結果彼らは言葉で自分自身を表現しようとする試みをかなり簡単に諦めちゃうと、はい、無理言えないって、はいはい、なるほど。ただしこれはスピーチに対する能力の不足よりもむしろ無関心から来ると、うん、あ、スピーチしなければとか、あ、もうそういうのが能力がないじゃなくて、うん、そっちに無関心ってことですね、うんうん、コンポーザーが表現の手段、ある種の芸術形式を見つけると、それを通じて彼らの性格を非常に雄弁に表現しますと。そうでなければそれは単に出てこないし、まあ、言葉のことですかね、出てこないっていうのは、それは出てこないし、誰も彼らを知らないままで控えめさが彼らの性格をほとんど見えなくしていますと。再び卓越した技能が達成されるという稀なケースでは、例えば名士のような場合 ISFP は有名になることがありますが、それでもその本質はまだ見えにくいままですと。このコンポーザーたちは作曲に長い時間かけることがよくありますが、その点で計画的で勤勉な意味でアートに取り組んでいると仮定すべきではありませんと。近くで観察すると ISFP は他のアーティザンと同じくらい衝動的であることがわかります。実際彼らは自分の行動を、衝動を切望し、それを自分たちの生活の中心とみなしています。彼らは行動を待たず、自分の動きを考えずに行動することを避けます。自分の動きを考えずに行動することを避けます。ちょっとすいません、ちょっと訳が、はい、ごめんなさい、チャット GPT、はい、もしくはちょっと英語が、はい、ニュアンスが違うかもしれない、ちょっと違うかもしれません、うん、すいません。待つことは彼らの衝動がしおれて死ぬのを見ることと同義であり、むしろ彼らは今ここで強烈に生き、できるだけ優雅に、ほとんど計画や準備なしに生きていますと。芸術に没頭することは後で何らかの準備でなく、またツールを使ってクラフターっていうのは ISTP ですねがやるような巧妙な遊びでもありませんと。コンポーザーは芸術的な作曲の行為に取り憑かれているかのように、まるで旋風に巻き込まれているかのようですと。行為が彼らの主であり、逆ではなく、ある意味で行動自体が行為を引き起こしますと。 ISFP は絵を描き、彫刻をし、踊ったりスケートをしたり、
メロディーを作曲したり、レシピを作ったり、単にそれはやらなければならないからですと。彼らは山を登る、それがそこにあるからですと。まあ、先ほどの文もその自分の考えを待たないってことなんでしょうね、うんうん、もう行動するみたいな、やっちゃうってことですね、うん、もう溢れてくるしっていう、うん、SP がみんな一緒なんだとすると、うん、多分そういう感じっぽいですね。そうですね、はい、このコンポーザーは進行中の行動に取りつかれているため、多くの活動に伴う疲労やさらに痛みに無頓着なように見えますと。彼らがこれらの困難に対して鈍感であるわけでなく、むしろ行動に没頭し興奮し、完全にその行動に従事しているため、彼らは単純に困難に気づかないんだと。この点で ISFP は他のアーティザンと類似しており、この他のタイプとは全然異なりますと。行動に没頭するっていうこの能力は、一部のコンポーザーが可能な、壮観な個々の作品、彼らが作った作品の作ったような要因になっているが、彼らには社交的な面もありますと。ISFP は全てのタイプの中で最も親切で、ESFP とほぼ肩を並べる存在ですと。これは最も極端な形での無条件の親切ですと。またコンポーザーは他者の痛みや苦しみに特に敏感であり、同情的な衝動で苦しむ者に自由に施しを与えますと。彼らの中には幼い子供たちと驚くほどうまく付き合える人もおり、まるで相互の共感と信頼の絆があるようですと。同様の絆は ISFP と動物、時には野生動物との間にも見られることがありますと。多くのコンポーザーは田園風景、牧歌的な風景、野外、自然への本格的な憧れを抱いており、自然は彼らを歓迎しているかのようですと。もちろん、すべての ISFP が競技の意味のアーティストになる必要はありませんと。その必要もありませんと。広く概念化されたこのアートっていうのは、次の動きが自由変数である行動であり、そのためコンポーザーは職業の選択においてかなりの余地がありますと。特に早期に学校を中退しなければならないわけではありませんが、多くの ISFP がそうしますと。学校は彼らにとって興味深いものを全く提供せず、特別な才能に挑戦するものが学校という場所は少ないとそう見えちゃうんですね、はい、なるほど。これらの ISFP はビジネスで非常に成功しています。特に、装飾デザイン、自動車からブックカバーまでや、調達、衣類、家具、ギフトショップのアイテムの選択などですと。彼らの親切さから看護師としても優れており、自然への愛を満たすため林業、造園、ガーデニング、獣医などで働くこともできますと。コンポーザーはまた他の学校のアートカリキュラム、絵画、音楽、演劇の教師としても優れています。これらのすべてのキャリアは特に彼らの自由と自発性を提供しますと。 ISFP が操作、規則または厳格な必要性によって固定されている仕事を選ぶと、それは本当に悲しいことですと。彼らは幸せで生産的であるためには、自由で変数のある行動を選び、それを行った結果が報われる必要がありますと。これらのフレンドリーで物静かなアーティザンは、自分たちの家族や家庭で安定した拠点を求める傾向があります。彼らは他のどのアーティザンと同様に、個人の自由を楽しむ一方で、機会が訪れるとさまようことがあると。まあ、旅立つってことなんですかね、このさまようっていうのは。があるが、安定感と辛抱強さを持つ忠実な配偶者、ほとんどは何らかの種類の SJ、ガーディアンですと。それを重視するようですと。このような結婚においては、ほぼ避けられないほど対立が生じますが、
コンポーザーは他のアーティザンよりもはるかに多くの人間関係の緊張感に耐えることができ、家族をまとめておくために我慢しますと、自分を律するとその辺は読めると、はい、そして子供たちが成長して山で絵を描くために去ることがありますと、子供たちと同様にパートナーとともにコンポーザーは素晴らしい友達で遊び仲間ですが、彼らはこの彼らを知るっていうのは難しく、彼らの控えめさが緊密な関係の障害になることがありますと、まあ、静かだから分かりづらいってことですかね、まあ、そうじゃないですか、ね、内向的だから、はい、ISFP 大丈夫ですかね、何がですか、いやなかなかこの自由の変数っていうんですか、はい、で行動できる仕事って、はい、なかなかないじゃないですか、はい、ルールルールですよ、ルールルール、ルールノルマですよ、はい、まあ、僕の会社今結構僕は自由に動いてますけど、ね、はい、そこにお金は少なくなりますけどねノルマをやらないと、はい、もうみんな頑張れとしか言いようがないんですけど、 SP のリラックス感は羨ましいとともに、 J 型からすると物事にぶつかる直前でようやく急激に動いて置いていかれるから、リズムがやっぱ違うんだなと思うと、はい、やつらは衝動ですからねSP のやつらは、まあ、ギリギリになって動きますからね、あのトラブルが好きだって言うんですよ、はい、トラブルが好きっていうか、はい、ですよ、別に求めてるわとも違いますけどね、あ、まあまあまあ、まあ、はい、ないのは一番なんですけど、はい、トラブルが起きたら起きたで、まあ、それを楽しむしかないみたいな感じですね、そこの辺のメンタルが羨ましいです、はい、はい、